花子さん、ランガの方がね。なんて言ったんですか。誰ですか。ゼロです。絶対滑んないって言ったのに、もう絶対滑ってますけどね。どうですか、内越さん。落ち込んでますけど。可愛い T シャツ着てますね。それも今日の面白いポイントですか。そうです、はい、今日全然面白くないですね。小高さんはなんでデスゲームを題材したんですか。僕はでももともとミステリーゲーム、推理ミステリーがやりたくて、みんながこう殺し合うみたいなちょっと刺激的な題材にを思いついて、それを企画書にしたら結構受けが良かったからっていうだけですね。違う。え違うな。違うんですか。それは違うな。それは違うよって言ってほしいよね、せめて。それは違うよ。そう、人間はさ、まず生まれながらにして脱出ゲームをしてるんです。ああ、なるほど。一番最初の原初の欲望を形にしたのはデスゲームだって思うんですよね。いや、絶対違う。それ違う。それ違うよ。だってデスゲームってやっぱりこう人に見せてないと成立しないじゃないですか、うん、こうルールがあったりする、ゲーム化されてるっていう、はい、でもそのお母さんの母体から出るとかって別にゲームじゃないし、ゲームじゃなかったですか。ルールでもないし、どういうルールがあるんですかね。内越さんのその極限脱出シリーズやって、なんでデスゲームなのかってやっぱちょっとよく分かんなかったですもんね。もうちょっとそこ行ってもらわないと、来てもらわないと。まあ単純に言ってしまうと、自分でやっぱりデスゲーム のコンテンツが好きだし、うん、もう面白いなと思ってるのを、まあ、そのままじゃ自分でそのゲームに実際参加できたら超面白いじゃんっていうところが、やっぱり閉じ込められたい、うん、出たいっていう、なぜか不思議なアンビバレンスな感情が人間の中にあって、そこなんじゃないかなっていう。だから多分僕と内越さんが違うのは、多分内越さんは本当にデスゲームをもうちょっとやりたいと思ってたと思うんですよ、うんうん、俺はこのミステリーの装置としてデスゲームが非常に便利だったというか、うん、それで使ってる、うん、ところの差なのかなと思うんですよね、うんうん、あタラコパクっただろお前。この野郎、タラコ、タラコさんをパクっただろ。タラコって呼び捨てですか。ここにいるゼロ2世はな、これゼロゼロじゃないじゃん。ただこれゼロに、ゼロですよ、ゼロです。マムロにこれ身につくとかいやいやいや、もう完全にゼロ2世でしょ。あ、3世でしょ、間違えてるし。やっぱゼロエスケープとかもやってて思ったんですけど、本当クソみたいなやつがいるじゃないですか、うん、なんだこいつみたいな。あ、本当なんだ、最初から最後までムカつくだけっていう。あ、でもミステリー小説とかってそういうやついっぱいいない。でもなんかそういうのって何を思って逆に作るのかなっていうか。あ、僕意外とみんなね、いいやつになるよね、最後殺されそうになった時にね。あいつ古いよね。ディスリーですか、それ。僕は脇役でも、まあ、弾丸論破の場合全部主役とかってやってますけど、脇役でも結構こう自分が好きじゃないと、好きなキャラじゃないと描けないんですよね、うん、だからそのなんだろう、ああいう嫌なやつとかの描き方って、どうやってやってるのかなって。あ、だから僕はあれが好きなんですか、むしろ。基本だからその死ぬキャラとかは、うん、あ、こいつ死ぬ、殺してやろうって思った時にこいつを嫌いになりたいんですよ、すごく。あ、だから嫌いなキャラにしてやろう、嫌いなキャラにしてやろうっていう、うん、感情がもうそこに入っちゃって。あ、例えばその、はい、2作目の全員死亡です、はい、なんで自分のそもそも今回の趣旨としてこう、はい、極限脱出シリーズをで弾丸論破ファンをこう全部食い潰してやるぞっていう内越さんの強い要望から今日のこの会が開かれてるという。そうです、そうです、もちろん、そう、もちろん。だから、だからそういうことじゃなくてそういうことではなくて、これは結構あれですね、意見が分かれるところですね。弾丸は一本道じゃん、うん、一本道です。楽でしょ、書いてて。書いて楽ですよ。楽というか、だからマルチエンディングっていうものの正直良さがあまり分かってない、はい、プレイヤーとしても作り手としても、そのゲームでしかできないっていうのは確かに分かるんですけど、う
なんで同じシーンもう一回やらなくちゃいけないんだよっていうのもあるし、だったら違う作品やりたいわと思ってしまう。自分の中でやっぱりこうじゃなかった自分ってどうだったんだろうっていうのをよく結構考えるタイプなんですよ、うん、でももし例えばスパチューに入ってなかったらとか、うん、別の職業についてたらとか、やっぱ自然と分岐がなんだ好きというかそっち寄りになっちゃうかもしれないですね。なんかうまく言えないけど、俺はあんまりこう他の自分がこうだったらって思わなくて、なんか今いる危うさっていうことが、そうそう、綱渡りみたいなもんで、ものすごい細い糸の上を歩いてるみたいな、そこの面白さを表現するために、うん、あえて別のルートだったらどうなのかっていうのを考えるのはやっぱアドベンチャーの、まあ、でもなんかやっぱ分岐型アドベンチャーの、それはやっぱ選択肢とかじゃない気がするんですよね、うん、違う時にプレイしたら全く違くなってる、なんでだみたいな、うん、一体どうやってあそこのルートに行ったんだろうみたいな。いや実際は多分そうだと思うんですよ、現実的に言うなら、うんうん、まあ、それを分かりやすく表現するとやっぱり選択型になっちゃうっていう。なるほど、うん、まあ、やっていただいて本当に損はしないと思います。あの特にまあ今回ワンツーパックなんですけれども、ワンツーやっていただいてスリーをまたさらにやっていただけると、ああこういう風に歴史が続いていくんだっていうのが。あれでもワンツーリロードの真似でしょ、2本セットしたら売れるぜみたいな方弾丸論破好きな人は意外とやってる人も多いと思うんですけどね、同じ会社だし。じゃあ弾丸論破をやってる人に向けてゼロエスケープをアピールするとしたら、どうやってアピールすればいいですかね、うん、僕はそこまで弾丸論破ファンにゼロエスケープシリーズやってほしいって思ってないので、うん、だって僕の作品じゃないし、はぁ逆にゼロエスケープシリーズをやってるけど弾丸論破やってない人だったら全然やりますけど、アピールしてよ、あなたファンどんだけいると思ってるんですか。いやいや全然、最近アンチも多くて